速報、久保建英 CL 初出場のソシエダ、インテル相手に先制するも結局失点してドロー。CL デビューの久保建英、徹底マークも3度の決定機を演出。ソシエダは80何分に痛恨の失点。昨季準優勝、インテルと1位1ドロー。あーやっぱ冬に移籍してくれないかな久保。昨シーズンはワクワク、今シーズンはイライラ。今シーズンの冬移籍は名誉年明けからアジアカップ行くのに。あーそっかそれがあったな。じゃあ実質無理だな。あーよかった無能監督のせいで勝ち点損した。すげえな、監督が試合壊したぞ。あー終わった。マーフルボッコにされなかった。うんましやな。前半良かっただけに勝ちたかったな。あー終わった。勝ち点1ならいいのだけど、なんか負けた気分。どう見ても勝てた試合。何十分過ぎまで6にシュートすら打たせなかったのに。久保が見たいだけだから結果はどうでもいいけど、フル出場してる選手がマジかわいそうこのチーム。何このドロー感。攻撃時久保に2枚ついてたのに下げたら、そらインテルは楽になるわな。サリク、抜け出しもないし、ポストもないし、全然起点になれないんだな。せめて80分まで久保引っ張るべきだろ。ちょの空気感がやばい。最初は活躍するけど、その後、空気になる。いつものこと、サリクは今日は頑張ってたが、やはり力不足。おじゃるの方が見てて安心。踊りは何した？もうこの監督からは卒業だわ。久保が抜けたら降格するんじゃねえか、ソシエダ。サリクとショはマジでやばいな。2枚ドルは何か、期待して出してるんだよな。縦交代してからマジで、ザルになる。全試合で同じこと繰り返してるのなんと、かならんのかね。俺久保いなくなったら降格もありそうなチームやな。この相手なら点取られないと思ったのかな。もったいない。黒人2人同時起用があかん気がする。中盤も呆れてるだろ。今井ノル途中までは采配合ってたのに。今井ノルは竹を90分使うためのチームを早く作れ。1点差で久保君交代させるから無限ドローだな。今井ノル学習能力なさすぎてくさ。強度落ちるしボール落ち着かんし、昨季から見た光景まんま。引き分けはどう考えても監督のせい。同じこと何回繰り返すん。なんでヘタフェイクさを捨てないの。アホやろ。もっと久保にボール持たせれるようにデザインしようよ。今井ノルがソシエダ公式 X ツイッターでめっちゃ叩かれてるな。皆さんはどう思いましたか？よければコメントで教えてください。